皆さんこんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。本日は5月30日が発売、クレイル新作について徹底解説させていただこうと思います。それでは改めて今回発売のクレイル新作について発表させていただきます。スカシアミルーズメッシュクルーネックカーディガンが3色、ルーズコードレースダブルテーラードジャケットの新色が1色、ルーズコードレースフレアパンツの新色が1色、こちらの合計3型の徹底解説を本日はさせていただきます。皆さんお待たせしました。本日の新作アイテム、めちゃくちゃね待ってましたよって方多いんじゃないでしょうか。僕が前々からショート動画だったりストーリーの方でねチラ見せしてたっていうのもあって、こちらのアイテムたちへの質問ねめちゃくちゃいただいてたような人気アイテムの発売となります。個人的にもね今回の新作に関してはもうすでに私服で着ちゃってるようなめちゃくちゃお気に入りな部類の新作になるし、これからの暑い季節にも最適っていうようなアイテムたちの発売になるので、今回の徹底解説に関しても最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それじゃやっていこう。それじゃあまずは今回発売の唯一の新作アイテム、スカシアミルーズメッシュクルーネックカーディガン5940円、かっこ税込みとなります。僕が今着てるこちらのカーディガンとなります。こちらのカーディガンに関してはね結構前々からストーリーでこのアイテム作ってますよっていうのをチラ見せしてたんですけど、めちゃくちゃねこのカーディガン可愛いですだったり、このカーディガン買いたいんですけどいつ発売ですかっていうような質問をすごくいただいていたアイテムになるので、こちらのアイテムねめちゃくちゃ期待値上がってるって方多いんじゃないでしょうか。見ての通り超可愛いし、僕自身もねすごく気に入ってるアイテムなので、これからの夏にもねめちゃくちゃ最適だなっていうようなアイテムでもあるので、こちらのアイテムの魅力に関しても一つ一つ徹底解説していけたらなって思います。それじゃあねこちらのアイテムの魅力、一つ目が生地と柄です。糸の混率としてはレイヨン 90% ナイロン 10% の透け感があるようなメッシュ編み生地を使用しております。編み地がこんな感じでね柄みたいになってて、そこもねワンポイントあるし、クレイルでしか楽しめないっていうようなポイントになってくるんじゃないでしょうか。結構ねメッシュのカーディガンとかメッシュ編みのアイテムって隠しみたいになってるアイテムが多かったりするんですけど、こちらのカーディガンはねちょっとジャガードっぽいような柄が含まれてるようなメッシュのカーディガンになるので、結構ね珍しいし、この価格設定でこういうジャガード系のカーディガン出てないので、すごくねこちらのアイテム物珍しさだったり、結構この価格でこのアイテム出るんだっていうようなアイテムですよね。こういう柄ありのメッシュカーディガンだとだいたい2万円前後とかでも販売されてるようなものが多いので、めちゃくちゃねこちらのカーディガン珍しいし、そこら辺のコスパもねすごく高いんじゃないかなって思っております。そして素材感としては砂利感のあるようなちょっと朝タッチっぽいような素材感になっております。こんな感じで触ると結構砂利ってしてるような雰囲気で、すごくね暑い時期の真夏とかにもね適したような素材感となっております。レイヨン糸の特徴として通気性がいいし、ローゲージで作ってるってことで夏でもねすごく涼しく着られるようなアイテムなので、真夏にも着たいようなカーディガンっていう感じのアイテムですね。そして糸としてはローゲージの糸を使用してるってことで、結構ざっくりめに柄が見えてて、こんな感じでしっかりとね透け感もあるような糸となっております。そのためね着ててめちゃくちゃ涼しいなっていうような印象のアイテムなので、真夏にもねすごく最適だなって感じますね。そしてこちらのアイテムの2つ目の魅力が細かいディテールです。こちらのアイテムはカーディガンでは珍しい襟付きのデザインを採用していて、僕が今着てるみたいに前を閉じてねニットポロみたいな感じで着るのもすごくおすすめだし、前普通に開けちゃってクルーネックカーディガンっぽく着るのもすごくおすすめなアイテムとなっております。そしてボタンとしてはマットな質感のマーブル調ボタンを使用しております。ここのボタンに関してもこういう砂利感のある生地とこういうマット系のボタンがめちゃくちゃ相性良くて、高級感もすごいし、生地とボタンの相性に関してもめちゃくちゃ相性いいんじゃないかなって思っております。そしてこちらのアイテムの魅力3つ目はスカシアミアイテムです。記事のところでも話したんですが、こちらのアイテムはこんな感じねジャガードっぽいような柄を表現したような珍しいスカシアミアイテムで、何度もね言ってる話ではあるんですが、今季はスカシアミのアイテムがめちゃくちゃトレンドで、着てるだけでおしゃれに見えやすいし、何よりね夏着ててもすごく涼しいってのがねこちらのアイテムの魅力ですね。レース系のアイテムって簡単におしゃれに見えるのも魅力だし、レース系のアイテムの中ではレースシャツだったりレースのカーディガンが特に着こなしもしやすいし、着る人を選ばない部類のアイテムになるので、こういう系のねスカシアミ系のアイテム初心者って方にもすごくおすすめなアイテムとなっております。そしてこちらのアイテムの4つ目と5つ目の魅力が夏物カーディガンとトレンド性と差別化
です。夏物のカーディガンってね、最近だと結構リリースしてるブランドも多いんですけど、まだまだね市場だと数が少なくて希少価値が高いってのもね、こちらのアイテムの魅力となります。それとね、夏物のカーディガンって歌ってはいるんですけど、どうしてもね暑くて着られなそうなものも多くて、半袖のカーディガンだとしても普通に素材アクリルとかで作ってるので全然暑くて着られないよっていうようなカーディガンが多い中、こちらのアイテムは砂利感が強いような夏に適した素材で作りつつ、透け感があるメッシュ素材で作ることで真夏でも着られるカーディガンっていうような他にはないような差別化点がポイントとなります。そのためね、こちらのアイテムはね、夏の差別化としてすごく最適っていうようなアイテムとなっております。そしてトレンド感の話で言うと、透かし編みがトレンドっていうのもあるんですが、昨今のトレンドで言うとニットポロなんかの襟付きのプルオーバー系のアイテムがすごくトレンドできてて、こちらのカーディガンに関してもね、前を閉じてしまえばニットポロっぽいような、今っぽいようなトレンドな着こなしができるってのも魅力となります。そのためこちらのアイテムは差別化もできるし、トレンド性も含んでるっていうような他にはない一着になってるので、そこら辺のトレンド感だったり差別化に関しても楽しんでみてほしいです。そしてこちらのアイテムの6つ目の魅力が着回し力です。そもそもね、カーディガンっていうアイテムが T シャツともシャツともタンクトップとも相性がいいっていうような、何と合わせても映えやすいようなアイテムなんですが、こちらのアイテムは先ほどの話でも出たんですが、襟付きのカーディガンってことで今っぽさのあるような、前を全て閉じてニットプロっぽいような着こなしもできるようなアイテムとなっております。そのため今みんなが既存で持っているアイテムとの相性ももちろん抜群だし、こういう風にねニットプロっぽく着たらこのアイテム一着でコーデを完成させてくれるような圧倒的な着回し力も抜群なアイテムなので、そこら辺に関してもこちらのアイテムを手に取るって方は楽しんでいただけると嬉しいです。夏になるとね、どうしてもコーデがマンネリ化しがちになっちゃうって方や、おしゃれしたいんだけどどうしてもあんまりおしゃれだなっていうような雰囲気が出ないっていうので困ってる方結構多いと思うんですよね。僕自身ね、夏に透かし編み系のアイテム着る理由としては、涼しいし簡単におしゃれに見えるってのが透かし編み系のアイテムのメリットなので、こちらのアイテムに関してはね、そういう透かし編み系のメリットもありながら、夏に着られるカーディガンっていうすごく珍しい要素もあるので、めちゃくちゃね僕の中でも重宝してるアイテムかなって思います。そのためね、これからマンネリ化しがちなみんなの夏のおしゃれ服としてもめちゃくちゃ活躍してくれるんじゃないかなって思うので、そういう風にね差別化をしたいって方にもね、めちゃくちゃおすすめなアイテムとなっております。そしてこちらのアイテムの7つ目の魅力がシルエットです。サイズ表に関してはね、いつも通りここら辺に載せておきます。ぜひサイズの参考までにしてみてください。そして詳しいサイズに関しては着用動画も載せながら喋っていくんですが、こちらのアイテムのシルエットとしては、 T シャツやシャツをインナーに入れても着膨れせず袖もはみ出ないようなオーバーサイズのサイズ感に設定しています。今っぽい印象も出つつ可愛いような印象で着られるかなっていうアイテムです。透かし編み系のアイテムだったり半袖系のアウター全般に言えることなんですが、どうしてもインナーがね、こういうアウターに来るアイテムより丈が長いものだと、ここからねはみ出てしまってちょっとね不格好な印象になってしまうので、そこら辺に関してもね、こちらのアイテムはしっかりとオーバーサイズに作ってるので、相当オーバーなトップス着ない限りは間違いないのかなと思っております。そしてこちらのアイテムの8つ目の魅力が価格設定となります。どうしてもねメッシュ生地って編むのが難しいってのもあって、だいたいね一般的なものでも 7,8,000円ぐらいで売られてるものが妥当かなって思うんですが、こういう風なジャガード柄みたいなメッシュカーディガンって販売されてるもので4桁台ってほぼないんじゃないかなって思っております。このアイテムね、みんなにチラ見せした時価格も一緒に言ったんですが、安すぎるってねすごく好評いただいていたようなアイテムなので、ここら辺のね物珍しさもそうなんですが、価格設定に関しても売りにしていきたいなって思っております。数多くのね服作りしてきた僕の目線で立っても、この価格設定でこういう生地使って出してるってブランドほぼないっていうか見たことないレベルなので、そのレベルでねコスパがいいっていうような自負があるアイテムのため、そこら辺の価格設定に関しても楽しんでいただけると嬉しいです。本当にねこのアイテムねめちゃめちゃ可愛いですよね。はい、それじゃあ今回発売する2つ目と3つ目のアイテムは、直近で発売したアイテムの新色っていうこと&セットアップで着用できるアイテムということもあって、こちらの2つのアイテム一緒にね魅力について話していこうと思います。そのため今回に関してはざっとした魅力と新色についてのカラーの魅力について話すので、それぞれのアイテムの徹底解説を見たいって方はこちらの動画まで飛んでいただけると嬉しいです。それじゃあ今回発売する2つ目と3つ目のアイテムが、ルーズコードレースダブルテーラードジャケットの新色がチャコールグレー7700円かっこ税込み、そしてルーズコードレースフレアパンツの新色がチャコールグレー6600円が税込みとなります。
まずはねこちらのアイテムいつも通り着ていくんですが、はい、着るとねこんな感じでちょっと上半身しか見えないのでジャケットしか着てないんですけど、まあまあまあこちらのアイテム直近発売した新作の中でもトップクラスに人気だったアイテムなので完成度に関しては間違いないんじゃないかなって思っております。しかもねこちらの新色に関してはね結構ねショート動画の方でも着てたんですけど、新色出るんですかとかこの色めちゃくちゃいいっていうようなコメントもいただいてたので、カラーリングに関してもね間違いないようなめちゃくちゃ美しい色に仕上がったんじゃないかなって思っております。それではこちらのアイテムの魅力についても話していこうと思います。まずこちらのセットアップの生地としてはコードレス素材を使用しております。コードレスとは布地やチュールレースなどの上に細い糸で刺繍したレースのことで、レースの上からさらに模様を縫い重ねることで立体感のあるような生地に仕上がっております。こんな感じでねレースの上からねまたレース縫い合わせてるっていうようなめちゃくちゃ立体感もありつつ柄感もね他にはないようなレース生地になっております。そのためねこんな感じで透け感があるような印象に仕上がっているので、めちゃくちゃモードな印象も抜群だし他とは違うなっていうような印象も出やすいアイテムとなります。もちろんねパンツに関してはレースのパンツっていうこともあるんですが、裏地がね一切透けないようなめちゃくちゃしっかりしたポリエステルの裏地使ってるので、こちらのレースのパンツに関しては透けないレースパンツとして作成させていただいております。そのためねここら辺の透け感に関して心配だよって方はねそこら辺はね安心して履いていただけたら嬉しいです。柄物のパンツみたいな感じですよね言うなれば。そしてシルエットとしてはジャケットの方に関してはダブルブレストのピークドラペルのテーラードジャケットを使用していて、めちゃくちゃね上品な印象も出つつモード感も抜群な印象のジャケットとなっております。そしてパンツのシルエットとしては僕が考える最も足長効果の強いストレート入りのフレアシルエットで作成していて、足長効果が強いっていうのももちろんなんですが、こちらのねパンツとジャケットを一緒に着た時のバランス感だったりシルエットもねすごく美しく見えるようなサイジングとして設定しております。そのためねこちらのジャケットを別のデニムパンツだったり他のアイテムと合わせてあげるのもおすすめなんですが、こちらのレースのパンツをセットアップできる着こなしがめちゃくちゃおしゃれに見えるし、他とは差別化されたようなモード感のある世界観も出るので、すごくねセットアップで着てあげるのがおすすめなアイテムとなっております。そしてねなんといってもこちらのアイテムの魅力といえば価格設定ですよね。レースのジャケットだったりパンツの相場って価格設定的に見るとだいたいね1万円超えたものがほとんどで、4桁台で販売されることってほとんどないんですよね。そのためねこちらの価格設定って異例なほど安いし、クオリティとしても正直1万円超えて販売してもみんなが納得してくれるぐらいのめちゃくちゃ高いクオリティで作ってるという自負があるので、そこら辺の価格設定に関しても楽しんでいただけたら嬉しいです。こちらのセットアップ購入したって方からのレビューだったりコメントの方でもねめちゃくちゃいい意見いただいてるので、そこら辺の人気度合いから見ても間違いないのかなと思います。そして最後にこちらのアイテムの新色のカラーの魅力について話していくんですが、今回のこちらのレースのセットアップ新色としてはチャコールグレーというカラーを採用しております。こちらのチャコールグレーっていうカラーって着回し力も高いしレース系のアイテムだと結構定番で使用されてるカラーで、着る人を選ばないっていう点も魅力なので、すごくね今回の新色に関しても人気なんじゃないかなと予想されております。僕自身もね今回のカラー正直ブラックレベルで気に入ってるんですよね。差別感も出つつ着回し力も高いっていうようなダークトーンのカラーなので、レース系のアイテム初心者って方にもねぜひこちらのカラーは手に取ってみてほしいです。こちらのセットアップ着てね何個かショート動画撮ってきたんですけど、このアイテムどこのアイテムですかって聞かれることめちゃくちゃ多かったので、いやー今回のカラーに関してもめっちゃ人気なんじゃないかなって思ってね僕自身すごく楽しみですね。そして今後発売するアイテムでもあるんですが、こちらのねレースのジャケットとパンツとセットアップになるようなレースのコートもね今後発売予定あるので、今回のチャコールグレーに関してもねセットアップになるようなカラーのレースのコート発売する予定あるので、ぜひねこちらのレースのパンツだったりジャケット買ったって方はそちらのレースのコートに関しても楽しみにしててほしいです。ジャケットパンツコートの3点セットアップってスーツとかでよく見られる着こなしなんですけど、めちゃくちゃおしゃれに見えやすいのですごくね3点セットアップで着たいなっていうね気持ちがね僕自身高まっております。そのためそこら辺も楽しみにしつつで今回のカラーを手に取っていただけるとよりこちらのアイテム楽しめるかなって思うので、そちらのねレースのコートに関してももう少し待ててほしいです。大体7月とか6月ぐらいの発売だったかなって思います。はい、それではね今回の長い徹底解説最後までお付き合いいただきありがとうございました。こちらの3方が5月30日お昼の12時にゾゾタウンにて発売するクレイル新作となります。いかがだったでしょうか。個人的にはねめちゃくちゃ好きな部類のアイテムたちの発売になるので、まあ、すごくね楽しみだなって思っております。クレイルってねメッシュ系だったりレース系のアイテムすごく人気なので、今回のアイテムたちに関してもねめちゃめちゃ人気出るんじゃないかなって思っておりますね。そのため今回の発売日楽しみに待って
ていただけると嬉しいです。それじゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもいいなって思ってくださった方はチャンネル登録だったりコメント高評価の方いただけると嬉しいです。それじゃあバイバーイ。